腹筋をしてもなかなかお腹がへっこまないって方はですね、実は原因はお腹の脂肪ではなくて反り腰に原因があるんです。反り腰になってしまうとどうなるのか。お腹が出た姿勢、お尻が出た姿勢になってしまって、腹筋がどんどん弱ってですね、お腹に力が入らなくなって、お腹がへっこまなくなってきます。そこで今回はお腹をへこませるためにとっておきな腹筋を一種目、その腹筋をしっかり効かすために反り腰を改善するストレッチというのを含めて一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まですることでお腹がへこまなかった理由、お腹をへこませる腹筋というのが分かってきます。最後まで一緒にご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、なかなかお腹がへこまないよって方におすすめなエクササイズを2種目紹介していきます。スマートフォン見ながら簡単にできるメニューになってますので、お腹が気になる、下腹が気になる、食後にお腹が出てしまう、お腹に張りを感じる、そういった方は一緒に頑張っていきましょう。それでは紹介します。はい、まずスマートフォンは顔の前に置いてください。そして正座をした状態でお尻を上げます。ここから手をももの上に置いて手を下に伸ばしていきます。この時にお尻が後ろに出ないように手を下に伸ばしてください。腰から下は動かないように手を下に伸ばしていきます。これはどうなるかというと、腰が反り腰になっていると手が下に伸びません。反り腰をしっかり元に戻してからじゃないと腰が丸くなりませんから、骨盤をしっかり立てて、お腹をへこませてから背中を丸めていく。これで腹筋に効かす方法、そして反り腰の改善ができます。これをこういう感じで太ももをスリスリしながら30秒間やっていきます。息はふーっとお腹をへこませながら、息がなくなるまで前かがみになってください。お尻が後ろに出ないように、息がなくなってお腹が全部へこみきったら上がって息を吸います。30秒間いきましょう。マイペースで OK です。お尻が出ないようにしっかり腰から上だけ丸めて、息がなくなったら帰ります。お腹をどんどんへこませてください。ちょっとももにも力が入ると思いますが、お腹がどんどんへこんでいれば OK です。腰をしっかり丸めて、お尻締めて、OK です。今度は今の姿勢で正座から立つ、正座から立つです。背中は丸めて、お腹はへこませたままです。お尻が出て正座をしないように丸めて、こういう感じです。いきましょう。息はしっかり吐きながら丸まって、息なくなったら立って吸います。お尻が出ないように腰丸めたままです。息なくなったら帰る。お腹はしっかりへこませて、おへそ上向けときます。OK です。今のでお腹をへこませる、息を吐く、骨盤を立てるっていう意識ができました。これでしっかり腹筋に効かすことができて、お腹がへこませれるんです。今の3つの意識、お腹をへこませる、骨盤を立てる、息を吐く、これをしながらお腹がへこむ腹筋をやっていきましょう。5回です。足を伸ばして上体を起こして、息を吸ってふーっとお腹をへこませながら息を吐き切る。10秒間息を吐き切ります。これを5回頑張っていきましょう。それではいきます。スマートフォンは顔の横に置いて見ながらしてください。それではいきます。スタート。息吸って吐く。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、吸って吐く。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
5、6、7、8、9、10、はい、吸って吐く、1、2、どんどんお腹をへこませて、5、6、7、8、9、10、はい、吸って、はい、吐く、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ラスト、吸って吐く、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あー、お疲れ様でした。今のね、初めにやった2種目ちょっと難しいかもしれませんけど、腰をしっかり丸めてお尻が締まって骨盤が立ってれば手を動かすだけです。それでしっかり腰を丸めることができて、お腹をへこませるってことができますんで、腹筋してもなかなか腹筋効かないよって方は、まずお腹がへこませれてない、腰が丸くなってない、骨盤が立ててないっていう原因があります。骨盤がちゃんと立ってないとお腹っていうのが締まってない状態になってしまうんで、腹筋にあまり効かないと。で、腹筋に効いてないってことはお腹が締まってないので、お腹が締まってないってことは反り腰のままってことになります。で、反り腰になっているとやはり下腹ポッコリが改善されないので、まずは初めの2種目でお腹に効くっていうことを掴んでください。そしてその2つができた上で最後の種目をやると、お腹にね、ほんと5回でしっかり効くと思います。で、お腹に効くんだけど5回以上やっちゃうとですね、お腹の力が抜けてしまって逆に腰に負担がいくので、その手前の回数5回ぐらいがベストです。いろんなメニューがありますが、自分に合ったメニューをやってください。それぞれレベルがあるので、腹筋に効かない、お腹が疲れて腰が痛くなるっていうメニューは今に合ってないメニューになりますので、まあ、自分に合ったね、きつすぎない、楽すぎない腹筋メニューをしてください。お腹にしっかり効いたよって方はですね、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS もやってますんで、説明欄から動画のシェアなどもご協力よろしくお願いいたします。これからも動画をしっかり載せていくためにリクエストなどもお待ちしてますんで、お気軽にコメントください。コメント控えてるよって方もですね、もうコメントください。できるだけ返します。参考になります。協力ください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。